こんにちは、クリスタルケイです、今回は私の大好きなキャロットケーキのレシピをご紹介します。これ絶対美味しい。ボウルにホットケーキミックス 200g とシナモンパウダー小さじ1を振ります。いい香り。クリームチーズ 150g は常温に戻します。くるみ 30g は手で粗く砕きます。のり代わりに塗ってきます。ケーキの型にクッキングシートを敷きます。人参インポはすりおろします。人参ボウルに溶かしバター 100g、 砂糖 100g、 卵2個を加えてよく混ぜます。きれい、いい感じ。先ほどすりおろした人参を加え、さらに混ぜます。ここでポイントです。ラム酒とバニラエッセンスを加えます。そうすると風味がアップします。 Already smells good. OK, here we go. いい香りがしてきました。また綺麗な色ですね。人参たっぷり。キャロットケーキってちょっとあの罪悪感がないです。ちょっとヘルシーな感じがして下準備したホットケーキミックスとシナモンパウダー、そして塩一つまみ加えてさらに混ぜます。ここでクリスタルケーポイント2 カルダモンとナツメグを加えます。これを入れることによってより本格的な味になります。スパイス入れるとすごいいい香りになってくる。やっぱキャロットケーキとか作ったら男子喜びますかね。最後に粗く砕いておいたくるみを加えてざっくり混ぜます。はい、型に生地を流し入れ、180度に予熱したオーブンで40分から45分焼きます。めっちゃ女子だねこれ。焼いてる間にチーズクリームを作ります。イエーイ。ボウルにホワイトチョコを1枚を入れ、ラップをせずに600ワットのレンジで1分、加熱したホワイトチョコをヘラで滑らかになるまで混ぜます。そこにクリームチーズ 150g、レモン汁小さじ1を加えて混ぜます。焼き上がった生地の粗熱が取れたら、チーズクリームをのせ、くるみやピスタチオを散らしたら完成です。できました。食べたら絶対幸せになれること間違いない。幸せといえば私のニューシングル幸せって、もう収録されているニューアルバム For You が6月13日に発売になります。こっちが通常版と初回限定版なんですけど、ぜひポジティブになれるアルバムなので、デリッシュキッチンの料理を作りながら一緒に、聴いてください。以上、クリスタルケイでした。幸せ。もう年々食べてほしい。